フワンホセルカスヒメネス。1944年5月10日帯は、スペインソリア県、ウルゴデオスマシューダ、デオスマ出身の弁護士、政治家。マドリードコンプルテンセ大学卒業。国民党所属。1991年から2001年まで、カスティーリアイレオン州首相を務めた。2001年から2002年まで、スペイン首相府大臣を務めた。2002年から、 スペイン上院議員を務めている。2002年から2004年まで、スペイン上院議長を務めた。1944年5月10日に、ソリア県、ウルゴデオスマシウナでオスマに生まれた。マドリードコンプルテンセ大学で法学を学んで、卒業した。1968年から1969年まで、スペイン国立通信教育大学、ソリア支部で教員を務めた。 また、エンジニアとして、イノムに勤務し、事務官、地方監督官、副局長などを務めた。1982年にイノムを退社し、国立植民地下研究所に勤務した。また、スペイン厚生労働省の副協議会長でもあった。1986年から1987年、1989年から1991年には、 国民党から出馬して、スペイン会員議員を務めた。1991年には、ヘススポサーダの後を継いで、カスティーリアイレオン州首相に就任した。就任時のスペイン首相はスペイン社会労働党のフェリペ・ゴンサレスだったが、1996年には、国民党のホセ・マリア・アスナールが、スペイン首相に就任している。10年間という長期間にわたって、州首相を務め、 2001年2月27日には、同じく国民党の不安備選定ーラに引き継いだ。2001年2月27日には、マリアーノ・ラホイ・ブレイの後を引き継いで、アスナール内閣で首相府大臣を務めた。2002年3月22日には、カスティーリャイレオン州議会によって、スペイン上院議員に任命された。2002年7月10日に首相府大臣を退任し、 公認には再びラホイがついている。2002年10月16日にはエスペランサーギーレの後を引き継いでスペイン上院議長に就任した。2004年4月2日にスペイン上院議長を退任し、公認にはハビエルロホがついている。2004年から2011年にはスペイン上院第二副議長を務め、2011年からはラホイ内閣で スペイン上院第一副議長を務めた。いずれも国民党、ありがとうございます。